どうもジャルジャルでーす。先日行われましたオンライン演劇夢路空港のアーカイブが今購入できます。いつまでですか？5月1日の20時まででございます。夢路空港って何ですか？石川県の小松空港を貸し切ってカメラ15台置いて、そこでもうスイッチングしながら生配信でやったオンライン演劇ですよ。夜12時からやった生配信のやつや。そういうことです。そのアーカイブが見れるんですよ。俺が劇中でレッドブル飲んでたやつや。そう、 あれかレッドブルさんにも応援していただいて。あ、そうか、そういうことなんです。ありがとうございます。翼を授かったでしょ。翼さん、だから最後に元気でやりました。途中飲むんですよ。途中飲むね。ボートル飲むね。うん、はい、一気にそっから。そうそうそう、もう演劇も盛り上がっていくっていう、ね、そうなんですよ。これは見てもらいたいですよ。はい、本当にぜひぜひ、概要欄の方にこの購入の URL とか貼ってますので、はい、よかったら5月1日20時まで見れますから、夢路空港。この後ちょっと予告編流れます。おー、じゃあ予告編どうぞ。預けた荷物がね、出てこないんですよ。あ、たまにあるんですよ。え？あなた次第なんですよね。は、どういうこと？あ、偶然なんですけど、地元こっちなんですよ。じゃあ、里帰り。いや、そんな時間ないわ。おこおこ。うわ、逆やろ、これ。パイロット夢あるやん、だって。高級取りでさ、モテモテで。生き討ち同盟組まへん。行きました。うん、奇跡のこれ承認や。うん、生き討ち同盟組んだ、今。いやいや、夢ってそういうことなんでしたっけ？え？え？昔昔、逆に本当に好きなものとかあるんですか？自分の気持ちをもっと大事にしてみてもいいと思いますよ。あの年で成果出せんやつなんか無価値やろ。こんなことやりたかったわけじゃないのにな。人の夢を笑うな。思いを乗せている。みんなで一緒に飛ばしてるんです。だからあんなに大きいのが普通に飛んでるんですよ。